熊田曜子チャンネルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。今日もですね、昔デートをしたあの芸人さんのお家にお邪魔します。すごい企画。今ね、家の近くに来たんだけど、今ね、近くにいるんだけど、じゃあピンポンしてお邪魔しまーす。いいの入って、あれ返事がない。鍵閉めます。お、もしもーし。はい、はい、はい、はい。いい？あのさ、私たちデートしたのって15年前だよね。はい、はい、はい。そうだよね。もう回ってる状態なんですね。回ってる状態で、誰かって言ってないから。はい、ああ、そういうことですね。ね、すごい声、やっぱすごいね、芸人さんだね。いやいやいや、声がすごい。いや、どうぞどうぞ。え、今日誰かいる？誰かいる？うん。カメラマンさんとかいる？いますよ。あ、やっぱちゃんとしてるんだね。いや、ちゃんとはしてないけれども。マスク取っていい？どうぞ、もちろん。じゃあ、私が、デートした相手。ここって取っていいの？ここ大丈夫でいいよ。一応、外はもう顔のアップにして、うん。そう、わかんないようにしたけど。いいよ。いいのつって。いいよ。ダダダーン。どうもー。ズンです。いらっしゃいませ。ズンちゃん、ちょっとズンちゃんございます。そういうお近いみたいな。いやいや、お近いっていうか、何ですか、そんで。ん？急にもう回ってますけれども。回しながら来ちゃった。はい。いい、お邪魔して。どうぞお邪魔して。本当に住んでる場所なんでしょ？いや、本当に住んでる場所です。普通にいいの入って。え、じゃあ私、土の家を。はい。見るっていう動画にしていい？はい、見るっていうか、まあ、はい、上、はい、撮影できる。あ、じゃあ見ていいところは見ていい？全然、どうぞ、すごいね。いや、すごい。家でやるってさ、はい。そっか、江原正宏さんではね、お邪魔させて。まあ、はい、江原もそうですし、うん、まあ、そうですね、あの、まさか、ここから回してる人は初めてだったんで、あの、で、びっくりはしてますよ。うん、じゃあ、上来ますか？で、しかもさ、ずっちの、あの企画のやつってさ、女の人出たことないよね。はい、女の方、女性の方、そうですね、あんまりない。あんまりっていうか、なくない？探したけどなかった。すね、はい。もううちはもう撮影。ね、すごいいい匂いする。おはようございます。はいはい、映っても大丈夫ですか、お顔。大丈夫です。うちのスタッフはまあ、ちょっとカーテンだけ閉めますね。あ、そうだね。はい。私が分かっちゃうとね。いや、そうなんですよ、これ。ここにクマ向き？あ、いいですけど、その、こんなシステムで回すんですか、クマさん。あ、いつもこんな感じ。いや、ちょっと待ってさ、クマ田陽子。いつもこんな感じってね。いや、クマ田陽子って。クマ田陽子チャンネルはね、はい、スタッフさんがいないの。私と兄でやってるから。いや、それで見てますけども。ありがとう。あの、熊田陽子って、ね、充電させてもらっていい？充電はいいっすね。バスに来たらさ、結構乗ってて、ずっとなんか、SNS とかやってたらさ、はい、充電ありがとう。あ、さっしょく別に取れるやつ。はい。全然。はい、いいですけど。今日とここでいい？はいはいはい。全然どうでもいいですけれども。あれ？本当？あ、そこに、ここでやってた。いや、これがまあ、居酒屋じゃなるんですけど。こんなラフに回します、熊田陽子。手洗っていい？いや、手洗うのじゃ、それもうカメラ持ってった方がいいんじゃないですか。持ってください。手洗わせます。キッチン。どうぞ。キッチンです。え、一人暮らしですか？もちろんそうですよ。はい、あ、なんか、作ってくれてるじゃん。作ってるんですけど、はい。ここはまあ、ここはまあこれからちょっと住んで行ったりとか今しつつ。春巻き？いや、はい、やってるんですけど。大好きなんだけど、春巻き。あれ、そう、まだめったに。こんなさ、はい、手の込む、はい、込んだご飯よく作るね。春巻きなんて絶対嫌なんだけど。いや、さすが熊田陽子。うん、っていうことなので、僕のさんが召し上がれるようなものをというふうに思ってやってはいるんですけれども。今日の夜ご飯に持って帰っていい？いや、持って帰るのはいいですけど。子供たち3人いるんだ。いや、知ってますけれども。熊田陽子ちゃんだ。熊田陽子って、うん、有名人ですよ。あ、ごめんなさい。ありがとう。熊田陽子有名人なんですけど、こんな感じなんですか、これ。こんな感じだよ。カメラマンとかいないですか？レフ版？レフ版とか照明ですね。はい、今から。いないいない、カメラマンいないよ。だからもう。肌とかっていうかもうバリバリすっぴんで出てるし。あ、はい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 。え、何他にも作ってくれる？お、もちろんその、この後居酒屋をっていうことなんですけども。うん。これカメラいいですよ、渡しても全然。え、そんな、あの、やってください、撮ってるんで。いや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 、違う、熊田陽子チャンネル撮ってるんですよね、今ね。そうそう。なのでいいですよ、うちの畑山、カメラ回してくれるんで。畑山さん、ほんと、あ、じゃあ照明が終わってから。照明、以上ですね。てかもういいよ、つってもう、あの、スミサ食堂がメインだから。いやいや、メインっていうか、その、熊田陽子チャンネルもちゃんと成立。してる、もうしてるよ。もうしちゃったの、これね。もうした。取れなきゃ OK なの。もう取れなきゃ OK。いやいや、おしゃべりぐらいした方がいいです。いい、いい。てかもう、あのさ、11時半に出てもいい、私。11時半でも出てもいいですよ。いや。まあ余裕か、大丈夫。うち3、40分くらいで終わるんで、うん、ちょっと喋りましょうよ、せっかく。大丈夫だって喋んなくて。いやいやいや、作りながら。
聞こえるから。いや、それはあのやりますんで、正面終わりますあの。カメラ、ま、渡してくれたら大丈夫です。え、だって何も喋ることないじゃん。いや、あるじゃん。あるじゃん、喋ることは。喋るの？いや、喋ること。なんかいいよ、インタビューするから。いや、いっぱいあるんですよ、熊田さんにも言わなきゃいけないことは。あ、じゃあさ、それは住所食堂でやった方がいいじゃん。あ、まあもちろん、いや、熊田横チャンネルでもやりたいですよ。だってさ、春巻きってまだ、だって巻いて焼かなきゃいけないですよ。あげるです。揚げ焼き？あ、揚げ焼きです。あ、揚げたてが美味しいよ、ね。あ、揚げたてが美味しいので。え、他は何作ってくれる？他は、まあ、そうですね。あの、何ですか？あ、いや、住所食堂になってからにする。いや、他には、まあ、ちょっといろいろと考えてますよ。そうなんだ。あの、アジフライのとか考えてます。あと、まあ、うちはまあ、居酒屋の時はポテトサラダっていうのを必ず出すので。西野さん的に出す、ね。まあ、全員出してます。はい。宮迫さんも、大坊さんも出してますけれども、そういうのもあるんですけれども、熊田横が映ってない熊田横チャンネルなんてないから、まあ、回してくれますね。ちょっと本当にいいんですか、はい、別に大丈夫なんだよ。喋りましょうよ、せっかくなんで。味噌ドーナツ行ったの？味噌ドーナツ行きましたよ。こんな感じ、こんな感じです。いやいや、そんな感じです。食べたいなと思ってたの。食べないでください、勝手に。どうですか、その。開けないでください、その勝手に。ドーナツを勝手に開けないでください。いろいろもう最近もうなんか、ラウンドガールやられてたりとか。そう。だから今派手なんだけど、今日もこれ撮る。あ、いやいや、撮りましょう、撮りましょう、撮りましょう。それは。ケバケバでしょ。いやいや、そんなことないですよ。僕の。出勤みたいなさ。いやいや、変わらない感じですよ、熊田陽子。そうだね。ずっと変わらずに。昔こんな感じだったよね。まあそうですね。騙された人間って言ったら騙された人間ですよ。騙されてないじゃん。熊田陽子にと付き合えると思ってたので、僕は。恋するはにかみ、ね。そうなんですよ、僕は。あれ、写真持ってない？写真ね、ちょっとどっかにあるんですけど、まあ、前出てきましたよ。ね、中華街のやつね。はい、僕はもう。じゃあ、このアップの時までに探すから、はい、そしたらちょっとここにね。差し込む、あ、形で、はい、ああ、はい、はい。15年前二人でデートした写真があるんで、ね。はい、はい、はい。そうですけど、熊田陽子一人で来ました、マジで。そう、え、こんなんじゃないの？これ YouTube ってこんな感じじゃないの？いや、あの、ま、通常、はい、うちはディレクター二人いるんで、あれですけど、カメラマンさんと来るのかなと思ったら、全然一人。ふらーっと熊田陽子、これ、だって尺足りてます？うちに来てる。もう十分、もう十分。うちに来てるだけでしょ、だって。来てるけど、だって15年前デートした芸人さんの家に一人で来るんだよ。はい、はい、はい。で、終わりです。終わり。その後何も喋らないです、ここで。喋らないってかもうさ、この一人暮らしの部屋が見れるじゃん。あ、はい。住所食堂ってもうアングル決まってるでしょ。アングル決まってます、まあ、ここ。だから、ここ以外が見れるから。ここ以外は見れるっていうか、まあそうですね。みんな見せないようにしてるんですよ。あっちの部屋も見ていいの？ベッドルームとか。ベッドルームないです。ベッドルーム下ですから。2階建てです。2階建てです、2階。2階っていいの？いや、ダメですよ、そんな。後で下行きます。いや、ダメだから、ここはやってる。あ、じゃあ日本部行けたの？いや、ちょ、日本部行けてないって、絶対に。喋った方がいいって、絶対に。もう、でも大丈夫だよ。本当に？これで終わりでいいんですか？住所直堂やろう。早くないっす、ちょっと。お腹すいたし。ああ、そう、お腹すいたしっていう。普通って何？ 9 時50分ぐらいからこの声のトーンで行けるの？いや、別に時間はあんまり関係なく、本番だったらいけますよ。昔はだってほら、あの頃はだって別に朝一なんか当たり前だったじゃん、バラエティも。うん、別に深夜までとか、うん。いや、だから常に別にこの声量は保っててますけど。起きた時からその感じで。まあ、寝起きからいけますよね、別に。すごいね。いやいや、全然とんでもないです。そう、声の張りをこんなに褒められると思ってなかったので、びっくり、ちょっとびっくりはしてますけれども。まあ、いいんですか、熊田横ちゃん。本当に。大丈夫、バッチリです。本当に？本当に。一応10分半回ってます。あ、じゃあもう全然8分、編集したら8分に。いやいやいや、お兄さん大変だな、これ。これを編集するの、モザイクもやらなきゃいけないし。モザイクないようになるべくアップにしたからもう。いやいや、そうなんですけど、そこ、こうカーテンちょっと知らせる、そこ切らなきゃいけなかったけど。ねえ、ほんとすいません。え、これは一番欲しいやつ、今。あ、切るので。10万人いったら。でも、どのくらいだ、あと4万人ぐらい。そうなの。ですよね。そう、今5万7000とか。はい。もう、間もなく熊の横チャンネルも銀の盾が。もらいたい、これ。来る予定ですよね。いいはい。もう、うちももう本当に、なるべくこう頑張ってやってますんで、ちょっと熊の横チャンネル、今回コラボをさせていただけているので、はい、まあ、住み中だから居酒屋住みした。そして何よりも、これ、見てないかな、横、うん、ちゃん、金庫、毎週キングって見てる？見てない。見てないでしょ？あのね、毎週キングっていうので、うん、実はこう、キングさん、うんまあ僕、まあ友達みたいなもんなんですけれども。で、LINE 仕方されてる。ああ、そうですね。仕方されてる。キングコングなんですけど、そう。なんですけれども、この実は熊田陽子さんが出ていただくっていうのは、うん、キングコングからの提案でもあって。え、そうなの？そうです。記念は38万人記念。うん、今、うち36万、現段階で36万5000人ぐらいなんですけれども、うん、
37万人記念はキンコングさん、38万人記念は熊田曜子さんでやれということなんですよ。なんでそれ、なんで私になったんだろう。いや、もう流れ上ですね。動画の流れ上で。じゃあはい、そんなので、うん、熊田曜子さんに来ていただけたっていうことだけは、この前、つい昨日、うん、日曜日に配信されてるんですけど、うん、毎週キングオブが。なので、ちょっとうちのスペシャル食堂としてもスペシャルな回。そんな全然スペシャルじゃない。いやいやいや、熊田曜子ですから。食べに来たね。いやいや、食べにいいんですよ、それありがたい。いや、ありがたいですけど、それが流れますのでね、そちらの見ていただけたらと、はい、思っております。ありがとうございます。よろしくお願いします。毎週日曜日の何時に配信？いや、うちでじゃないです。それは毎週キングオブです。毎週キングコングの、まあ毎週キングコングは毎週日曜日の22時なんですけども、うん、その時の流れで、あの、2週連続で、あの、熊田曜子さん、熊田曜子さんっていう。うん、で、まあ、あの、流れ的に熊田曜子さんが38万人記念、うん。で、40万人記念で安田美沙子ってわけわかんない流れを言われてたんですけど、安田美沙子は連絡取れないので、僕は。あ、じゃあ私に繋げればいいじゃん。ブランディートみたいにさ。安田美沙子さん呼べます？え、多分呼べるよ。だって美沙子も YouTube やってるもん。やってますよね。いや、電話、まあそうですね、電話して、みさこに電話してみます。はいはい。ないよね。いや、いいと思いますけど、出てくれるんですかね。朝だから、ママだから多分。まあ10時でも起きてはいますよね、絶対ね。うん、僕もちょっと昔、もともと同じマンションで仲良かったんですけど、ちょっと連絡今取れない。大きな声で言う。目黒の。はい、目黒って言っちゃったよ、結構大きめの声で。私も目黒あそこそう、ね。ああ、そうですね、そうですね。みさこ。出ますかね？出るかなぁ。いや、出ないと。いつも私が電話するときって結構ね、はい、あの、契約の相談とか、お金の話とか、ああ結構大事な話。重い話そう。重くないとき、あ、みーちゃんこおはよう。ごめん、今ちょっと大丈夫？あのさ、今さ、堤下さんと YouTube の撮影してるんだけど、スピーカーで喋ってもいい？じゃあ、隣にツッツンいるから、で、ツッツンからなんか提案があるみたいで、ちょっとじゃあスピーカーで喋らせてもらうね。あ、ほんと？じゃあ、あれか、あとの方がいいか。あ、ごめんね。今お店にいるんだって。あ、お店にいらっしゃる。何してんの？いい？じゃあスピーカーに。あ、そっかそっか。カフェかなんかにいるんだね。カフェ。じゃあちょっとこっちだけスピーカーにするね。はーい。スピーカーにします。はい。安田さんおはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。堤下です。お久しぶりあの、ちょっとごめんなさい。急にちょっと今、あの、熊田曜子チャンネル今撮影してまして、ちょっとあの、ミサが見てるかどうかわかんないんですけれども、あの、毎週キングコングっていう番組があって、あの、堤下食堂っていうチャンネルやってるんですね、僕 YouTube チャンネル。なんか宮迫さんと。あ、そうです。あれで、ちょっと、あれでいろんなノリで、あの、40、もう間もなくって言ったらあれなんですけど、あと3万人ぐらいで40万人登録者記念になるんですよ、うち。すごーい。その時に安田美沙子に出てもらおうっていう、ちょっと話がありまして、で、もし、あの、安田さんが良ければ、あの、ちょっと、このコラボを撮影していただけないかなと思って。はいはいはい。え、誰が来るんですか？ツッツンと。安田美沙子だけです。そういう回なのでね。大丈夫ですか大丈夫です。あ、じゃあ、この後熊田さんにちょっと LINE かなんか伺っても大丈夫ですか？僕からちょっと。あ、ありがとうございます。すいません。とんでもないです。ありがとうございます。すいません。よろしくお願いします。ごめんなさい。お忙しい時に。全然です。すいません。ありがとうございます。あ、よかった。よかった。じゃあ、スピーカーを終わりにします。あとで LINE ね。今ね、スピーカーやめて、はい、私と美沙子しか喋って、はい、大丈夫？あとで LINE 教えてください。ごめんね、ありがとうね。あの、断ってもらっても大丈夫？なんでだよ、なんでそういう言い方すんだよ。もともと同じマンションだぞ、俺。ありがとう。ね、そうだよね。ありがとうね、ごめんね。ね、あと、美沙子のチャンネルも見てるから、サリちゃんとのやつ。爆買いのやつとか、はい。僕も見てます。はい、僕も見てます。いつも見てる、ね。はい、僕も見てます。だから、うん、もちろん。じゃあ、うん、後で連絡させてください。はい、お願いします。ありがとう。ごめんね、突然。また連絡するね。はーい。はーい、バイバイ。よかった。いや、よかったですけど、こんなことあるんですね。こんなことあるんですね。ありがとうございます。やったー。いや、じゃあ、熊田曜子チャンネルさんのおかげで、安田美沙子さんとも連絡がもしかして。40万人記念っていう、まあ、38万人記念ですからね。その後に40万人記念、安田美沙子さんがなんとか出てもらえるという
こともありましたので、うん、こうやってどんどん繋いでいけばいいんです。いや、そうなんですね。それは、はい、よく言っていただけるんですけれども、ね、まあ、安部とこさん確定ということで、なぜか熊猫チャンネルでゲストがちょっと決まったということで、ありがとうございます。すいません。もう取れ高もバッチリ。いや、取れ高バッチリ、ありがとうございます。なので、ちょっと概要欄の方で通常塾堂もやってますけども、うん、熊猫チャンネルも引き続き、うん、まあ、これからもなんかいろいろとね、ちょっとやっていきたいですね、時間があったらね。なんかね、父に本当に教えてほしいのは、はい、子供が3人いて、ご飯がとにかく大変だった、はい。あ、大変、確かに。うん、めっちゃなんかね、リメイク料理みたいな。はいはいはい、肉じゃがも、次の日に、カレーとか、はい、なんか、あと潰してコロッケにしたりとか、全部やってるんだけど、はい、もう、そういう、ゼロから作らなくていいご飯を教えてほしいんだよね。はい、あ、わかりました。そういうのも、だからちょくちょくこれから企画として、うんうん、じゃあやらさせていただけたら。嬉しい。ああ、そういうことですね。わ、うん、かりました。じゃあ、直接ママに聞きながら、作るというのを、うんうん、はい、やりたいと思います。すいません、ありがとうございました。熊猫チャンネルさん、お邪魔しました。何でしょうか？今、突撃、され系 YouTuber でおなじみ。私は、はい、突撃され系ですね、はい。史上最強に自然に突撃。そうなんですよね。そうなん、これ突撃なんだ。すんなり。いや、突撃っていうか、勝手に来て、玄関も、玄関も勝手に開けて、玄関も勝手に開けて、もう回ってて、いや、そうですけど、回ってるし、カメラは。うん、で、ピンポン鳴らして、入っていいのかなって入ってるし。うん、だって、いるかなと思ったらいない。いやいやいや、全然、一応そのピンポンみたいなとこいるのかなと思ったら、そういうのもなしで、ぐいぐい来たので、まあでも、熊猫さんがね、うん、来ていただけたので、ちょっと、まあ、びっくりはしてますけど、この流れ上。でも、ありがたいことなの。すいません、ありがとうございます。今後とも、一つよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ、この後は、私がはい、潰ししてること。はい、居酒屋潰したので。朝から。いや、いいですけど、まあまあ、あんまり、まあ、飲まないじゃん。いや、それが飲むの。飲むのあれ、何だったの。いや、朝ですよ、まだ。朝10時10分。10時ですよ、今。でも、飲みたい。あ、じゃあ、ビールとかチューハイとか、日本酒も日本酒もあります。日本酒がいい。あ、わかりました。じゃあ、何か準備したいと思いますので。なので、その様子は、はい。スミダ食堂で、はい。来ていただけたらと思います。ありがとうございます。ぜひ、いいねボタンと、はい。チャンネル登録、はい。よろしくお願いいたします。バイバイ。あれバイバイ、やります。もう、バッチリ、そのまんまにしてもらって、じゃあ、みちょこと、後で、あ、じゃあ、後で、また。はい。はい。そうですね。今、教えてくれても、構わないですけど、はい。こんな感じで来ると思わなかったからね。誰か、さすがにマネージャーさんとか来るのかなと思ってたんですけど。マネージャーさん知らないもん、今日やるの。フリー、自由だから。全く知らないよ。まあ、若い20代の頃一緒に死ぬ気を削った中なんで、うん、あれなんですけど、まさかね、マネージャー知らずで。知らない、ありがとうございます、ね。チャンネルちょっと出させていただきます。嬉しい。はい、